はい、ただいまですね、埼玉県は富士見市に来ておりまして、富士見市はですね地蔵院というところに来ております。こちらですね真言宗の寺社のようでですね、有名なものとしてはですね、しだれ桜が有名ということです。で先ほどちょっとですね、中の人に声をかけられてですね、お話をさせていただきました。はい、ちょっと自社関係ですねピリピリしているようですので、いろいろと慎重に、行動をさせていただいておりますが、とりあえずですねまずおみくじの方を引かせてもらいました。結果はですねこちらにあります。吉ですね。先ほど参拝をさせていただいて、あとこちらの見どころとしては、樹齢350年のしだれ桜がありまして、そちらの方も見させていただきました。撮影に関しては、何かと神経質になっているようなところも ありましたので、敷地外からですねの撮影のみとさせていただきます。ちょっとねしだれ桜の方をお見せできないのが残念なんですが、このカメラの視界のですね、奥の方に、見えます。ちょっとねお近くでお見せできればよかったんですけど、動画に関しては、遠くからの撮影とどめさせていただきます。はい、というわけで、埼玉県知事選挙ですね、63市町村を巡るということをさせていただいておりまして、本日は埼玉県の南西部を巡っていきます。まずは富士見市のですね地蔵院を来させていただきました。はい、埼玉県知事選挙に勝って NHK をぶっ壊す。